お疲れ様です。お疲れ様です。いた、ちえさんこんばんは、さつきさんこんばんは、こんばんは、しのさんありがとうございます、ハートミーありがとうございます、こんばんはです、こんばんは、バラありがとうございます、ありがとうございます、くみくみさんもありがとうございます、ベッドの下じゃないですよ。マーチャさんありがとうございます、ハートミーめちゃくちゃありがとうございます、もういっぱいめっちゃありがとうございます、シローさんお疲れ様です、こんばんは、シローさんが見てくださってる、ありがとうございます、ありがとうございます、ハートミーいっぱい、バラもありがとうございます、レアちゃん、路上の告知、皆さん、路上ライブの告知を明日ストーリーにてするので、ぜひ見てください、で来てください、ぜひお待ちしてます、マジでいっぱい、めっちゃハートミーありがとうございます、なんでこんなに多いんですか今日、いっぱい、さつきさんも見てくださってます、ありがとうございます、なんでこんないっぱいあんの、なんでなんで、今日いっぱい、ほんまに何もしてないのに、何もしてないです、ありがとうございます、お疲れ様です、皆さんもお疲れ様です、もう今日って言ったじゃないですか、今日ほんまにいろんなことがあって今日はできなかったです、路上の告知は、なんで明日ください、セイナさんもありがとうございます、チエさんもバラありがとうございます、ナオミさんもこんばんは、なんでこんな今日いっぱい、ほんまに何もしてないですよ僕、なんかやっちゃった、なんかやっちゃったんかな、シュート規模を提出しちゃった、マジですかチエさん、チエさん、ナオミさんありがとうございます、ちょっと明日ほんまに路上ライブの日程、今のところは8月の1週目の土日のどっちかと、あと2週目の土日のどっちかと、3週目が仙台の路上ライブ、仙台があるので、ライブがあるので、その週は路上ライブじゃの、路上ライブないんですけど、ちょっとまた予定をくるストーリーにするんで、ぜひ見てください。はい、路上の告知してくれ。アーノくんいないですよ。でもアーノくんもこっちに帰ってきてたって言ってましたよ。流れ星のライブ配信すごいっすね、あれ。すごすぎ。ともさんお疲れ様です。まゆちゃんさんもこんばんは。メンションなんかつけれないみたいね、まゆちゃんさん。何やっちゃった、何ややらかしましたね、みさとさん、何ですか、今覗いたよ、こんばんは、アーロン君には会ってないですけど電話しました、今倉庫じゃないですよ、倉庫じゃないです、今さっきまで風邪でバイトしてました、北九州行きたいです、大阪はあります、大阪行きます、どっちかって微妙やね、どっちかってなんですか、サクさん楽しみ、嬉しいです、マジで待ってます、大阪路上も含めてです、前頭ちょっとあかん、ちょっと本当にね、動画投稿し直すんで、またいいねコメントいただけたら嬉しいです、てか皆さんインスタのフォロワー3000人いきました、本当にアーロン君のおかげと皆様のおかげで、なんとかいっ、もうほんまに、ほんまは予定では先月3000人達成する予定やったのが、めちゃくちゃね、達成するのって難しいけども、でもほんまにまだ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 頑張ります、で今日から毎日走行もやるので、ぜひ皆さんまたお力つ協力お願いします、いいねとコメントいただけたらめっちゃ嬉しいです、ほんまにアーロンくんのおかげですよこれは、だってアーロンくんと
出会ってない時はほんまに300人とか400人ぐらいだったんで、ちょっと今アロン君に少しでも自分ができることっていうのを考えているので、またそれを投稿かライブ配信でもしようと思います。ほんまにほんまに、日本人君に会いたいねんけど、お会いしましょう。ほんまに路上ライブ、大阪路上ライブやるんで、ぜひその時来てください。ぜひです。いやほんまに、でも第二章ってまだまだですよ。3000人になってまだまだです。登場曲って言えてません。言えてましたよ、登場曲。ありがとうございます。日本人君に会ってみたい。マジでお会いしましょう。打ち上げありがとうございます。知恵さん、土日のどっちかって微妙や確かに。大阪行くマジで待ってます。くみくみさん待ってます。りあちゃん、ほな、ほんまにおめでとう、ありがとうございます。でもほんまに皆さんのおかげとアーロンくんのおかげでしかないです。ほんまにアーロンくんには感謝してます。でもん、いや日本、ほんまに僕じゃないですよ。僕だけの頑張りでこんなん絶対にできてないんで、その感謝の気持ちっていうのは絶対対忘れんと。で今ほんまにアロン君にねちょっと企画してるんで、もうちょっとでもそういうので感謝を伝えれたらなと思ってます。バラありがとうございます。初見です。さつきさん初見じゃないでしょ。日曜日はケビ病、ケビ病じゃないと休まれ、ケビ病使わないでくださいよ。見逃さないように頑張ります。ひなさんこんばんは。アーロンくんいなくてめちゃくちゃ寂しかったですよ。エコさんありがとうございます。だってアーロンくんはほんまに夜になったら、何してるんって電話かけてたのがプツンって切れたから、何すればいいかわからなかったっす、ずっと。いやでもずっと風に入ってましたね。来てくださった方がいて、日本人くんのベース、ハートミーありがとうございます。だから毎日走行これからもやっていくんで、アーロンくんと、またアーロス、アーロスや、これがアーロスか。おことちゃんさんバレありがとうございます。上のヒゲなくしたんですか。なんか3ミリでやってみたらめちゃくちゃなんか薄くなっちゃって、ありがとうございます。ゆみさんハートミーもありがとうございます。カップルやん、ほんまや、あかん。だってアーロンくんって3泊4日でしたっけ、石垣島行ってたの。大阪の予定ちょっと明日路上ライブの日程ストーリーで告知するんで、また見てください。沙織さん、え、3泊4日じゃなかったでしたっけ、アーロンくん3泊4日で、あっ、なんか夜そわそわすんなってなるってこと。3日後にはきっとはひげほんま生えてますねすぐ生えるから。ハウリングします。4日離れたことない、ないっす。4日離れたことないっすね。アーロンくんはほんまに寂しがり屋さんですね。そのくらいがいい。携帯カバーマグセーフ違うんです、みこさん。これ携帯カバーはよくわからない、よくわからないのじゃないよ、よくわからないじゃない、透明のやつです。透明のやつ。アーロンと日本人付き合ってアーロン君には絶対何言うてんねんってなりますって。マグセーフ違いますよ。おひげもう全然セットしてないから。ハートミーありがとうございます。嬉しい、もうありがとうございます。なんか僕しちゃいました、なんかやらかしました、そう思っちゃう。美里さんが1位ありがとうございます。ギフトいっぱい。違うのか、ニコさん違うんです。
ぽっちゃりの彼女を見つけてね、今はほんま彼女よりインスタグラムの方に夢中です。どうしたら伸びるかなってずっと思っちゃいます。たくさんの人がフィードバックくださって、ちょっとずつクオリティが上がっていってます。ハウリング治った。え、青野と日本人くんが付き合えばみんな納得しないでしょ。絶対しない、絶対しない。ナンパしてください。しないでしょ。ナンパしてくださいって何ですか。ほんまにナンパそんな毎日してるみたいな印象じゃないですか。してないですから。そんな毎日。ナオミさんありがとうございます。キューピッドの矢最高です。本当か。本当ですって。本当にインスタで綺麗な女性探してませんか。探してないよ。探してないですよ。ほんまにインスタグラムではどんな動画がバズるかなって、ま、探してますよ。もうそれが勉強ですか、僕の。そんなん違います。大好き。かなさんありがとうございます。大好き。宝箱違った。もうほんまに、え、朝から前髪のソフトクリームクリキューブできててすごい。誰がこの形がソフトクリームですか。違いますよ。え、誰もやきもちやかんはず。いやいや、付き合ってもらえないでしょ。得意ですよねナンパ。違いますって。そんなナンパしないですから。私と付き合うほんまに笑っちゃうでしょ。愛してる。ちーちゃんさんこんばんは。ソフトクリーム、これがソフトクリームにはならないでしょ。え、ポータルですか。タンタンさんポータルありがとうございます。タンタンさんが前に風に遊びに来てくださって、めっちゃ話してきてめっちゃ楽しかったです。また来てください、来てくださるって言ってるのでお待ちしてます。ソフトクリームありがとうございます。え、カネロウジさん違いますよ。 DJ 本当に本当でしょ。ゆうこしさん、ん、探してますよじゃないんですよ。いや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 、そんな毎日毎日そんなね。タンタンさん宝箱ありがとうございます。タンタンさんほんまに嬉しい。ありがとうございます。ぽっちゃりの友達いますよ。まさんガチですか。ありがとうございます。10月お邪魔できたら暴れに行きますね。暴れに来てください。ほんまに風で待ってます。いろんな話しましょう。ゆっくりご飯食べて。顔変わった。顔変わったって何ですか。今日、え、カオリンゴさん私バースデー、皆さんで歌いましょう。カオリンゴさんハッピーバースデーみたいです。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーやカオリンゴさんマン、ハッピーバースデートゥーユー。おめでとうございます。タンタンさんありがとうございます。誕生日ケーキもらいましたよ。カオリンゴさんおめでとうございます。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。しーちゃんさん、しーちゃんさん、もうおめでとうございます。おめでとうございます。ほんまにマジでおめでとうございます。こうやって皆さんでお祝いできるのめっちゃ嬉しいです。いやーいいなー。あ、なんかめっちゃ招待状送っちゃった。いっぱい、あのグラノーラさんのワンマンライブ見に行けずでしたが、写真見ました。めちゃくちゃ盛り上がってた様子で、僕も見に行きたかったです。ほんまに私、え、誕生日おめでとうございます。
素敵な1年のスタートになりますようにです。お、グラノーラさん入ってきた。お疲れ様です。あ、グラノーラさんありがとう。いやありがとうなんて。めっちゃ盛り上がってる様子で見に行きたかったです。僕もグラノーラさん、また新宿路上とかあるんですか？もうその時ぜひご飯でも行きたいです。行きたいです。楽しかったです。ひなさん楽しかったですね。虫おじさん、バラありがとうございます。仙台に行った時は虫おじさんにもしかしたら会えるかもですね。お会いできるかも。ほんまに最高ですよ。グラノーラさん最高。コインもありがとうございます。コインほんま、いっぱい、今日はなんかいっぱいギフトがくださって、なんか僕ほんまになんかやっちゃいました。なんかやっちゃった怖いんですけどいっぱいくださってありがとうございます。こんなことないんで。グラノーラさんもバラありがとうございます。お疲れ様です。ライブ20何ですか何ですか。グラノーラさん、ニホンくんやらかした。ちょっとほんまにやらかしてたらほんまにすぐに教えてください。何ですか、やらかした。やり方わからん。何のやり方ですかリカさん、バラありがとうございます。いやほんまにアーロン君、石垣島行ってんのめっちゃ羨ましくて、もう僕もほんまに海行きたいです。海行かないと。もうだって夏休みですね、大学生高校生とかは。ほんまにコインありがとうございます。ミリアリちゃんも最高だった。ミリアリちゃんもオープンマイクさ、うわっ、レオンのケーキいただきました。ありがとうございます、ユミさん。もうみんなでお祝いしてる。嬉しい。ありがとうございます。ほんまに今日ソフトクリーム頭につけてんのって、今もたおことじゃん。何ですか、ナンパしに海行くん？違いますよ、ナンパしにじゃないですよ、黄昏に行くんですよ。海も僕向く。みこさんありがとうございます。ソフトクリーム、ここソフトクリームいっぱい。海でオフ会やってください。もうそんなオフ会なんてできるやつじゃないです。まだまだそんなオフ会やりますとか言うね、言えるレベルじゃないんで、もうそれまで自分で毎日走行も頑張って、で路上ライブもやっていきます。かなさんありがとうございます。ひなさんもありがとうございます。ミリアリちゃんオリジナル曲歌ってくれましたね。マジですか。ミリアリちゃんに言って聞きたいな、聞きたいな。海で DJ とかどうですか。海で DJ できる場所に営業実はしてるんですよ。営業っていうかしたいですって言ってるんで、てかビーチバレー大会でも DJ 小一さんのところでね、もしかしたらするかもしれないんだね。したいですよね。今キャンプファイヤーめっちゃいいじゃないですか。打ち上げ花火ありがとうございます、梅干しさん。私も石垣島住んでたからすんげえわかるけど、沖縄旅行に行くから楽しいんよ。楽しいですね。もう行きたいな、僕も。昨日石垣島行きたいです。ない星見に行かないですよ。僕が、カッサンとね、カッサンほんまにもう隣ぐらいにおって、星綺麗ですねって言ったら、カッサンが、星見えへんけどな、みたいな感じで、星見えてるのに。なんかカッサン星見えへんん星見えへん顔
ーリンゴさん、ほんまに。で、行きたいです。ほんまに来てください。ルリさん、福岡ですることない。福岡の予定は今んとこないので、路上ライブいっぱいして、お金貯めて、で、バスで福岡まで行って、路上ライブできるぐらい頑張ります。日本人くん連れて行って、石垣島ですか？行きます？グラノーラさんの東京って曲聞いてみて。絶対に泣くよ。聞きます。グラノーラさん東京って曲聞きます。カッサン日本一の DJ に俺はなるってやつでミニエリちゃん紹介してやってよ。 OK です。ひなさん電波悪い。マジですか？すごい固まる。マジ？沖縄本島、石垣島、宮古島、島は案内できるってことで一緒に行こう一緒に行こうってはい、これ誘われてますか？水着オフ会、それは何ですか？そのオフ会はどこで行われてるんですか？マーカ、マーさん、ん？ちょっと何ですか、そんな。ゆかさん、打ち上げ花火ありがとうございます。かずきくんのん？ゆかさんもありがとうございます。もういっぱい、もう今日はほんまにギュートありがとうございます。皆さんほんまに、さっきも言いましたが3000人達成、ほんまにアーロンくんのおかげと皆様のおかげで達成することでできたんで、もうこのまま突っ走ってほんまに年内に1万人来たい。なんで毎日投稿絶対に欠かせずやっていきます。まだとか言ってください。もうあの投稿してなかったらまだって言ってくださいね。すぐ。ん？クッキーさん頑張れ。ありがとうございます。ライブで8月10日東京行くんで、そのあたりに連絡しますね。グラノーラさんマジで待ってます。マジであの僕からもほんまにします。マジでご飯行きたいです。パワーハグ。あと7年あるしね、頑張ってお金貯めます。チャコチーさんこんばんは。水着オフ会って何ですか？ほんまにそれは。マリさんありがとうございます。これちゃんとやってるんですよ。ちょっとやってるんですよ。ミニスピーカーありがとうございます。こんばん、ん？こんばんにゃだに初めて言われた。こんばんにゃってウニちゃんめっちゃ可愛く言えそうな。ウニちゃんが言えそうな。キャリーケースに入っていくのよ。お運びお願いします。どういうことですか？頑張れ、頑張ります。日本人くんいっぱいコメント読んでくれて嬉しいよ。いやほんまにコメントくださって嬉しいです。もう何でもコメントください。クミタンさんこんばんは。キャンディーありがとうございます。チェイさん、日本人くんありがとう、また来ます。グラノーラさんほんまに待ってます。ほんまに待ってます。あの新宿駅のあの屋上のところでまた黄昏るの楽しみにしてます。僕まだ CD 来ない。ほんまにちょっと待っててください。ほんまにちょっと待っててください。 CD は、あ、ありがとうございます。シナさん、ハトミ、クミタンさん、バラありがとうございます。CD は今のところ8月の1週目で届く予定なので、それから発送させていただきます。ミッキー DJ がパジャマになっちゃいました。パジャマなっちゃったの？そう、ちゃんと着て。ダンス可愛くて癖になる。ユミさん、バラありがとうございます。創作料理ってスムーズに入れる練習ほんまにしないといけないです。あのほんまにここに食べに来てくださった人に、帰りまた創作和食風にまたお越しください、ありがとうございましたって言うんですけど、装飾
装飾装飾とかもうなんかようわからんの言って、おかみさんにめちゃって毎回やられるんですけど、ちなさんありがとうございます。もうほんまにいっぱい今日はありがとうございます。ほんまに大好きやねんけど、ほんまに大好きって告白やん。朝の配信よりだいぶ髭伸びました。マジ、え、マジですか。初めてのギフトありがとうございます。翔さん嬉しい。待てない CD、 僕も待てないです。さつきさんありがとうございます。僕も待てないです CD、 ほんまに。参加全員皆さん水着でオフ会いかがですか。いかがですか。登場曲って言っていけますよ。そんなみこさん絶対いけます。登場曲余裕ですよ。装飾、創作和食風です。はい、いけました。創作和食風です。いけた。待ってます。キャリーケースって思ったけど最近怖いニュース多い。ほんまに最近怖いニュース多いですよね。これなんなんやろ、なんでなんやろ。誰かが刺されたりとか、なんか物騒、ちょっと怖い。インスタ DM は見ることできなく、そうなんですよ、インスタの DM 見ることできなくなっちゃって、僕ほんまに返したいんですけどね、ちょっとあることがきっかけでできなくなっちゃったんです。なんで、でもメッセージいつもありがとうございます。あれのコメントのところではポッて見れるんで、そこで見てます。なんやろなって。ミカさんこんばんは。言えてますよ僕。装飾、あの頭のソフトクリームは何味ですか。何味って何ですか。多分いちご、いちご好きやから。コインありがとうございます。もう今日はほんまにいっぱいギフトありがとうございます。もう僕なんかほんまにやっちゃった。 DJ 嘘つき人違いますよ。え、大塚ミーツ箱ライブウニちゃん、マジですか。息を吐くように嘘つく。え、何がですか。言えてるじゃないですか。登場曲、創作和食、ほら言えた、言いました。自分も風邪行きたいです。アンリちゃんほんまに待ってます。あの DJ 日本人コースで、誰もが来やすいように来れるようにします。僕が何としてでもします。全員来てほしいです。おかみさんのご飯もですし、ここに来て全員でゆったりとしたいです。漢字で覚えられたらいいんだよ。装飾は、え、装飾動物違いますって言えてないな。でもな、ファンにナンパしたから、ね、見られへんようになった。違いますよ。そんなしないですよ僕。え、沖縄はアーロン君と行かなかったんです。行けなかったんです。アーロン君にお土産もらって、ね、え、いつか自分のご褒美に風邪行きたいな。その時は日本人くんおもてなしをお願いね。マジで待ってます。もう全部何でもしますよ。もうほんまにパワーハグありがとうございますね。バニラです。そうし、じゃあ味が、ここの味がほんまにちょっと装飾。コインほんまにありがとうございます。もういっぱい、もうほんまにいっぱい、もうほんまにいっぱい。マリアさんも1位ありがとうございます。もういちご、なるほど、アーロンさんと同じ方法ね。短い文しか見れない。そうなんです、そうなんです。6年になりそうやね、ローン。ほんまに皆さんのおかげでローンがこうやってキュッと短くなるかもしれない。
明日ウニちゃんの大塚ミーツライブ行けないです。明日ウニちゃん9時からな。行けない。私も一緒にカラオケしたい。ほんまにゆうこちさん来てください。あのここ和食風はラウンジルームって言ってカラオケルームがあるんで、そこでユニーク一緒に歌いますよ。風邪いきますね。ほんまに待っております。今日はどんなまかないでした？今日はあのほんまにまかない作るところやったんですよ。ところやったんですけど、ほんまにもうここはもう修行で僕来てるんで、自分に作らせてくださいって言ってインスタントラーメン持って行ったら、何やってんの、ほんまに何やってんの。修行はそうやけど、そんな目の前でやらんといてみたいな感じになって、ほんまにおかみさんいつもありがとうございますって言って最終的に作ってくださって食べたっていう。今日はあれは何や、ささみのトマトチャップ添えと、あとナスとハンバーグの、煮込みハンバーグとナスでしょ。めちゃくちゃ美味しかったです。日本くんとカラオケできるの、もうできます。風は毎日入ってます。ほぼほぼ毎日です。今日はの配信しないかな、しないかな。直美さんの雑誌のストーリーおしゃれやったですよ。ほんまに直美さん毎日ほんまに3投稿ぐらいしてくださってる方で、ほんまに切り抜きもしてくださったり、もう直美さん様様です。いつもありがとうございます。ナオミさんはほんまにいつも見てくださって、前の DJ ライブの時も12時から待ってくださってて、繰り上げ返済、繰り上げ返済じゃない。お盆休みは実家帰りたいんですけど帰らないです、今のところは。アミルさんバラありがとうございます。2つ職場行き来してから朝から毎晩仕事してるから、本当に四純くんの配信に癒されてます。ありがとう。ちやさんとんでもないです。ほんまに20代は苦労せって、ほんまにシロさんから教えてくださった言葉なんで、そんなもう何もしてない気分です。インスタントラーメン、はい。自分も料理うまくなりたいです。ほんまにわかりますよ。僕もほんまに料理うまくなりたい。横で見てたらなんでそんなおいしくそんなすぐに作れるんやろって思いますもん。やらかしたね。おかみさん綺麗です。ほんまに。トマトケチャップって何ですか。おかみさんもライブで愚痴ってもらわない。ちょっとまかないがインスタントラーメン、ほんまにここに修行に来てんのに、もう毎回作ってくださるのにダメです。もう僕はほんまに修行に来てるんで、そんなもういいご飯なんて食べないですって言ってインスタントラーメン持っていったら、なんでそんなん持ってきてん、作るよ優しい。手の込んだまかないです。本当に美味しそう、美味しそうでしょ。でなんか僕がしたいなって思ってるのは、せっかく来てくださって打ち上げ花火ありがとうございます。ニコもシノさんもほんまありがとうございます。チナさんもありがとうございます。僕があのやりたいなって思ってるのが、せっかく風に来てくださったんだったら、僕がなんか一つの料理をなんか作って食べれたらなって思ってます。それ作りたいです。ストーリーとか下手くさいからマジでみんなうまくて、ほんまに皆さんうまい。編集めっちゃうまいですよね。タグ付け毎回見てます。あのタグ付けしてくださった動画全部見てます。ほんまに編集うますぎて、
つもありがとうございます。私おばちゃんでごめんね。なんでですか、ちなさん。なんでおばちゃんなんだ。小さなおかん、ありがとうございます。おば、めっちゃ不意な質問来た。不意な質問、おばちゃんって何歳から。ちょっとほんまに、ちょっと初めての質問です、これ。何歳とか分かんないですけど、そんなおばちゃんなんて思わないですよ、僕。そんな、何歳やからおばちゃんですねとか言わないですよ。日本人くんへの愛ですね。ん？いつも編集ですよね。直美さんほんまにすごいです、編集の神。料理の名前聞いただけお腹空いてくる。でももっと食べないと。ちょっと料理だに。昨日も店で PV 流しててお客さんに紹介しといたら嬉しい。知恵さんありがとうございます。もう今日はほんまにめっちゃ気使ってる。ん？最近腕毛調子どう？全然腕毛ないでしょ。で、前なんかのタイミングで腕毛を見る機会があったんですよ。あ、僕じゃなくて、誰やったっけ、友達、知り合い。全然腕毛濃くないやんって。なんかそんなん言われたら育毛剤塗った方がええんかなって思っちゃったんですけど。私もおばちゃんだけど気持ちだけ若く持ってる。いや、おばちゃんじゃないでしょ。サングラスのデザイン変える予定ありますか。ないっす、今んとこ。初めて聞かれました。変える予定ないですよ。なんか足は、足の毛はほんま薄いですよ。足の毛見せる人いないでしょうね。いやいやいや、腕毛ありますじゃん。あるか。すね毛は、お前路上ライブ来てくださった時、おしーちゃんさんありがとうございます。招き猫嬉しい、ありがとうございます。もうほんまに今日めっちゃギフトくださって、なんかほんまになんかやっちゃいましたかって思っちゃうぐらい、いつもほんまにありがとうございます。でもこうやってね、ほんまにできてることが嬉しい。てか皆さん明日仕事ですよね。明日からまた仕事で、頑張りましょうね、一緒に頑張りましょうね。一句も全員の時、ちなさんありがとうございます。宝箱、ん？ソフトクリームはありがとうございます。仕事だよ。路上ライブの場所は今のところ海老名、新宿、大阪で考えてます。明日朝配信ありますか。します。朝配信しましょう。この間カッサンに髪の毛引っ張られて抜けましたけど、抜けないですよ。そんな、ちょっとやそっとで抜ける髪の毛はやばいでしょ。それは、日本人さんに幸あれ。ツイッターでお祝いするって言ったからね、ささやかだけど、これからも頑張ってお休み。ほんまに、そんなささやかとかじゃないですよ。もう気持ちが嬉しいですか、僕は。しんちゃんさん、ありがとうございます。DJ 君なんかめっちゃ充実してそうで、楽しそうで、こっちまで楽しくなっちゃいます。かわいい。そんなん言われたらめっちゃ嬉しい。大阪やった、海老名嬉しい。大阪はいつ、8月の後半あたりですかね。海老名うれっぴー。最近配信通知来ません。なんでですか。ちょっと皆さん教えてください。なんでですか。
マジでなんでですか？マジでなんで？ステッカーの次は何作るの？作りたいです。よし。ね、作るのに。ん？タップしておすすめに。じゃん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 する。サボり？サボりじゃないでしょ。ここ、いいねしとこう。ステッカー貼ってます。ステッカー貼ってますよ、もらったやつ。ちゃんと。え、朝の配信全然通知来ない。なんでやろう。通知来ない人いっぱいいる。てか髪の毛なんかすごいな。セットしてなかったらこんな、なんかなんかめっちゃガリ弁っぽい。こんな髪の毛で配信すんの初めてですよ。私も来ない、久しぶりに見えた。なんで通知来ないの。おいくるメンバーズに会えないからエビナ嬉しい。いや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 、ほんまちびまる子の花輪くん、花輪くん懐かしいな。いやー、じゃあこんなところで。ハルンくんの通知も来ない。なんで、なんでやろう。コインほんまにありがとうございます。ちーちゃんさん、バラありがとうございます。夏休みで電波こん、わあバラいっぱい、ありがとうございます。電波混雑、めっちゃバラありがとうございます。バイ、明日告知楽しみにしてます。ほんまに楽しみにしてください。ほんまに来てください。路上ライブ、久々の路上 DJ なんで、ぜひ来てください。楽しみにしててください。新宿いつ、自分も来ないです。なんでやろう。ちなさんありがとうございます。しゃあ、目を閉じて聞いてます。寝てるってことですね。じゃあそんなところで、チョコチーさんありがとうございます。サッカーボール配信来なくてブロックされてるかなんかしちゃった、めちゃくちゃ不安だった。そのブロックなんて絶対しないですよ、僕。絶対しないですから、絶対の絶対に行きたい。ほんまに待ってます。おやすみなさい。おやすみなさいです。じゃあそんなところで僕も配信終わりましょうかね。カオリンゴさん、ほんまにお誕生日おめでとうございます。皆さんで おめでとうございますって言えたんが嬉しかった。よし、キューパーカー着こなしてくるんですか。ちょっとね、ちょっとだけね。終わります、今日はこんなところで。はい、ではまた明日の朝、8時半、9時ぐらいとかに30分ぐらい配信はします。なんで白シャツでお願いします。ほい、白シャツで。じゃあ路上 DJ ってことですね。 OK です。いっぱいほんまにめちゃくちゃポータルとかギフトも送ってくださってありがとうございます。マリアンさん、ユミさん、ナオミさん、ほんまにありがとうございます。スリートップ最高です。また配信するんで見に来てください。ミッキー DJ 来ます。 OK。 じゃあありがとうございました。いつもありがとうございます。だねー。